ただイケリアという選手はこれ右のあのウィング的17番のアガホアが少し前に出てますので、ここに今13番のイケリア、バンギだからイケリア、ここもイケリアもキープ力ある、うまい、戻す、今度はイケリア、まだ近くで行きます、イケリアクロスボール上げた、逆から来たアガホア、ナイジェリアの方も足が止まってきました。途中から入ったイケディア、クロスボールは効きます、サンタナが蹴りました、壁に当たった、しかしちょっと動きが落ちてきたのが、また行きます、イケディア、ここから入っていく、ここまで来て倒れた、倒れましたが、これは自分で倒れました、7番のマバンギダの弟、37分の経過、まあ、これ1点のリードではナイジェリア本当に分かりません、イケディアが上がっていく、ババンギだとイケディア、イケディアかわして中にボール入れた、シュートできません、できません、止めた止めた、まだ浮いてる、いやー今出ませんでした、そのままゴールキーパー守りについています。さあ40分を過ぎました、攻めなければいけない地元、もう攻めなければいけないナイジェリア、イケディア、クロスボール、この奥野からサイドに出してイケディア、そしてイケディアから中に入ってくる、そしてこのボール中に入ってくるか入ってくるか、ここはファールがありましたか、さあここはいい位置ですよね、いい位置ですね、